んにちは。8月12日土曜日、豊島情報スクエアです。豊島区本庁舎1階、豊島テレビエコミューゼタウンスタジオより生放送でお送りしています。さあ、先日西武池袋本店の昭和レトロ店に行ってみました。豊島区の歴史やカルチャーを振り返ることのできる展示で、訪れた方はジオラマやアニメを見ながら懐かしいねと目を細めていらっしゃいました。8月14日月曜日まで開催中とのことです。皆さんもぜひ足を運んでみてください。続いては台風7号についてのお知らせです。現在台風7号が本州に接近しています。テレビやインターネット、ラジオなどの最新の気象情報を確認し、今後の台風の進路にご注意ください。また不要不急の外出は控えて、安全を最優先にご対応ください。繰り返します。現在台風7号が本州に接近しています。テレビやインターネット、ラジオなどの最新の気象情報を確認し、今後の台風の進路にご注意ください。また不要不急の外出は控えて、安全を最優先にご対応ください。それでは豊島区の最新情報、ニュースフラッシュです。本日はこちらの話題をお伝えします。はじめのニュースです。区役所本庁舎、窓口業務臨時休業のお知らせです。8月19日土曜日と20日日曜日はシステムメンテナンス作業のため、区役所本庁舎3階4階の窓口業務は終日休止とさせていただきます。ご不便をおかけいたしますが、ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。なお、マイナンバーカードを使用してコンビニエンスストアで証明書を取得することは可能です。詳しくは豊島区のホームページをご覧ください。続いてです。税務課より日曜相談窓口のお知らせです。豊島区税務課では毎月第2日曜日に納税相談を行っております。今月の相談日時は8月13日日曜日の午前9時から午後5時までです。場所は区役所3階の税務課で、受付業務は住民税、軽自動車税の納付と納付相談です。なお、日曜窓口では住民税の申告や課税についての質問やご相談、口座振替の手続きは行っておりませんのでご注意ください。住民税のお支払いにお困りの方はぜひ相談されてみてはいかがでしょうか。続いては豊島健康長寿2023のお知らせです。豊島区歯科医師会では11月11日土曜日に区民センター多目的ホールにて豊島健康長寿2023を行います。このイベントでは豊島区にお住まいの8020達成者、80歳以上でご自分の歯を20本以上お持ちの方が健康長寿のお手本として区から表彰されます。達成された方にはコンビニエンスストアでも使えるクオカードや紅白の歯ブラシなどの記念品が贈られます。また同時に豊島区の小中学生による歯と口の健康に関する図画ポスターコンクールの優秀作品に対しての表彰式も行われます。今年は表彰式の後、東京都健康長寿医療センターフレイル予防センターの平野博彦先生によるオーラルフレイルに関する講演会も予定しています。続いてです。町や公園、お庭など身近な場所に暮らす生き物を探して記録する豊島生き物探しが今年も開催中です。昆虫や鳥などを探すことで生き物がどこにどのくらいいるかの変化を知ることができ、生物の多様性を保つための重要なデータとなります。
調査ガイドで紹介している生き物を区内で見つけたら、生き物発見レポート用紙に記入してぜひご報告ください。また見つけた生き物の写真が撮れましたらぜひ送ってください。区のホームページなどに掲載をさせていただきます。調査期間は令和5年9月30日土曜日までです。記入済みの生き物発見レポート用紙の受付は10月16日月曜日まで受付をしております。以上、ニュースフラッシュでした。続いては特集です。先月26日に行われた高際区長記者会見の場で、豊島区民による事業制度が紹介されました。もっと身近な存在になるための区役所改革第2弾でもあるこの事業、どういったものなのかお伺いしていきたいと思います。本日のゲストはこちらの方です。政策経営部企画課長の澤田健二さんにお越しいただきました。澤田さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、とても注目を集めているこちらの制度なんですが、はい、豊島区民による事業提案制度についてお話を聞いていきたいと思います。まずこちらの制度を始める経緯と概要について教えてください。はい、この事業は豊島区役所がもっと区民の皆様にとって身近な区役所となるために、その取り組みの一環として、スタートしたものです。すで、はい、に6月にはその第1弾といたしまして、区に対する子どもたちの声をいただく、子どもレターというものを開始しております。はい、これは大変反響がございまして、昨年子どもたちから届いた声は1年間で4通だけだったんですけれども、この子どもレターを開始して8月10日時点で236通の声が届いておりまして、大変子どもたちにとっても区役所が身近に感じることができるきっかけになったのではないかなというふうに考えております。すごく盛り上がってますね。そうですね、はい。今回の事業提案制度なんですが、この区役所は区民にとって身近に感じることができる、取り組みの第2弾として、開始いたします。区民の皆様が日頃感じている課題など、区に実現してほしい、事業化してほしいことなどをご提案いただいて、それを、区民の皆様の投票により選ぶというこれまでにない新たな取り組みとなります。第2弾として実施予定、そして投票も行われていくということですよね。はい、さあ、提案の募集から事業化までどういった流れで進んでいくんでしょうか。はい、それでは、順を追ってご説明いたします。まず提案募集でございます。すでに募集を開始しておりまして、9月15日まで受付をしております。提案方法はインターネットでのお申し込み、または郵送でのお申し込みが可能です。いただいたご提案は区において内容の確認を行いまして、区民投票を行う提案を選定し、区民の皆様にお知らせいたします。区民による投票は10月に実施する予定です。具体的な投票方法は現在検討しておりますが、投票の際にはご自分がどの投票を選んだのかと合わせ、その提案に対するコメントもいただけるよう考えております。投票により選ばれた提案をベースに、また投票の際にいただいたコメントも活かしながら区の予算編成事業につなげ、令和6年度予算案として区議会における予算案の議決を経て事業化いたします。募集から事業化までの流れをご案内いただきました。せっかくなので詳細もお伺いしていきたいなと思います。まず応募についてご紹介いただけますでしょうか。はい、まずご提案いただける方についてなんですけれども、区内在住在勤在学の方、また個人だけでなく区内に活動拠点のある企業団体学校など団体からのご提案も可能です。ご提案いただく事業内容やテーマは自由です。例えば子育て教育、高齢者障害者支援や、まちづくり安全安心など幅広く受け付けております。まあ、住みやすい、活動しやすい、訪れたいと思える魅力ある豊島区を実現するため、区民の皆様が日頃感じていることをご提案いただけたらと考えております。はい、
提案事業の上限額予算ですが1件につき1000万円と、させていただいております。応募方法につきましてはインターネットでのお申し込み、または、区施設にございます、郵送チラシやところに入っております、様式を使った郵送でのお申し込みがございます。インターネットですが、豊島区ホームページの、トップページに、ございます、注目情報右側にございます注目情報ですが、あるいは中央の、画面が切り替わるところ、こちら黄色いデザインの事業提案制度の、画面がございます。こちらをクリックいただきますと事業提案制度のページにお進みいただけます。はい、事業提案制度のページが開きましたら、事業内容をご覧いただくことができますので、応募方法の、項目に応募フォームへのリンクがございますので、こちらから入力していただきましてそのままご提案いただけます。別の応募方法といたしまして、提案書の様式にご記入の上ご応募いただく方法がございます。はい、こちらが、提案書の様式となります。事業提案制度の、チラシ、こちらが区の施設にございますので、このチラシの中に様式が挟み込んでございます。はい、こちらにですね提案内容をご記入の上メールあるいは郵送の上、今表示されている、豊島区企画課、まで、お送りいただきたいと思います。募集期間は、9月15日までとなっております。はい、郵送やインターネットでも応募ができるということで9月15日まで募集中です。もうテーマも自由ということで、私も応募できるななんてワクワクしたんですけれども、はい、応募する際の注意点は何かありますか？はい、ご応募いただいた、この制度に関するですね、概要や注意事項は区のホームページ、あるいは、チラシの裏面のですね、実施要領こちらに、ございますが、実施要領が挟み込んで、ございます。こちらを ご確認いただきます。はい、先ほどご応募いただくテーマは自由と、ご説明させていただきましたが、営利目的と認められる、ご提案など内容によっては対象外と、させていただく場合もございます。こちらは要領の中に、提案事業から除外するものという項目がございますので、ご応募の際にご注意いただければと考えております。こちらの募集によって集まった提案が区民投票で選ばれていくということですよね。はい、そうですね。ご応募いただいた提案については、区民投票を行う前に、区で、提案内容について、確認をさせていただきます。先ほど申し上げました、除外対象となるものなどが含まれていないかなどを、確認いたしまして、その上で、区民投票を行う提案を選定し区民の皆様に公表いたします。これら、こうした区の方で選んだ提案をですね、区民の皆様にお知らせして区民投票を行う段階となります。実際区の方でどのような提案審査を行うんですけれども、そういった個別の回答はできませんのでご注意いただきたいと思います。この区民投票というのもとても新たな試みでとても楽しみなところなんですけれども、この区民投票どんな形で行われていくんでしょうか？はい、審査を踏まえて提案選定された提案を、区民の皆様にお知らせした上で、区民による提案の投票を行います。投票できるのは区内にお住まいの方を予定しております。投票回数は区民1人につき1回と考えております。一度投票した内容の取り消しは、残念ながらできません。投票方法につきましては、インターネット投票などを予定しておりまして、具体的な実施方法は現在検討中でございます。なおインターネット投票については、豊島区ホームページに投票用フォームをご用意したいと、考えております。豊島区、ホームページ、実際に投票いただく際にはですね、コメントをいただけるような、様式を検討しております。得票数において、選定された提案こうした内容をベースにいただいたコメントも生かしながら事業案を作り上げていく予定です。
なお要領にも記載がございますが、提案者の皆様につきましては投票期間が終了するまでご自身が、提案したことを公表したりですね、ご自分の投票に、ご自分の提案に投票するよう呼びかけることはご遠慮いただきたいと考えております。なるほど。投票の際にコメントもかけるというのはまた新しい試みですよね。こうして選ばれた提案が事業化していくということなんですね。はい、投票結果を踏まえまして最終的に選定された事業を予算化いたします。最終選定された提案、さらにその事業内容につきましては、来年度の予算案の発表の中で区民の皆様にお知らせする予定です。そして来年の2月から3月に開かれる区議会の予算案の審議議決を経まして事業化が確定いたします。どんな提案が集まるのか、コメントが集まるのか、今からとっても楽しみですね。そうですね、はい。そしてそもそもなんですけれども、こういった区民が直接事業提案をできる、そういったことでどんな効果が期待できるんでしょうか。はい、この事業により、期待できる効果として次の4点ございます。一つ目といたしまして、今まで、区民の、今までの発想にですね、とらわれない新たな視点からの、区政課題を掘り起こせること、はい、二つ目といたしまして、課題への提案を区民から募集、さらにそれを区民自身が直接選ぶことで区政への新たな参画の仕組みができること、三つ目といたしまして、区民の皆様から声を聞く新たなチャンネルが増え、区民に身近な区政になるということ、そして最後に四つ目といたしまして、こうした、事業を通じて区民の皆様との新たなつながりが生まれるということです。区民に開かれた行政だったり、私たちが参画するチャンスが広がっていくんですね。そしてここからは今回の提案事業について掘り下げてお話を伺っていきたいと思います。まず提案できる事業の分野を定めなかったというお話がありましたけれども、これはなぜなんでしょうか。はい、先ほどですね、期待される効果の中で最初にお話をした行政にない視点からの課題の掘り起こしが期待できるということが大きな理由となっております。あらかじめ分野を設定しないことで、区民の皆様がどのようなことに課題を感じているのかということを幅広く確認できるメリットがあるのではないかと考えております。テーマを絞った場合、課題の深掘りはできるかもしれませんが、類似する提案が増えることも考えております。この制度はテーマもそうなんですけれども、対象者も幅広く設定しておりまして、区内在住、在勤、在学といった、豊島区に関わる区民の方、団体も含め広く対象としておりまして、年齢制限もございません。先ほど、ご説明しました子どもレターのようにお子様からの、ご提案もお受けすることができる仕組みとなっておりますので、こうした、テーマや対象を幅広く設定することによりまして、新たな視点からの提案を期待しております。子どもから大人まで提案をすることができて、テーマも自由なので身近な課題を幅広く応募することができそうですよね。そして提案には事業の予算感を記入する項目があったのがちょっと気になったんですが、これなかなか素人だと難しいかな、なんていうことも、はい、思いました。はい、で提案が選ばれても上限額がこう予算を超えてしまったり、そんなことも考えられるんですが、これはどうしたらいいですかね。はい、おっしゃる通り、事業予算の上限につきましては、ご提案1件につき1000万円までというふうなこととさせていただいておりますが、なかなかご自身の提案にどれだけの予算が必要なのかわからないケースが大変多いのではないかと考えております。はい、提案様式には具体的に金額をご記入いただく形ではなくて、想定される金額の範囲を選択いただく、そういった方式を取っておりますので、皆様ご提案の中で、これぐらいかかるのではないかという想定される範囲を選択していただければ結構です。最終的に選ばれるご提案は例えば数万円で実現できるような提案もあるかもしれませんし、場合によっては逆にですね、1000万円を超えてしまうことが想定されるご提案も考えられます。上限額を超える場合にはですね、ご提案の趣旨に沿った形のままにして内容を区の方で調整させていただく、そういった場合もございます。仮に最終選定に残らなかった場合でもですね、ご提案いただいた内容は今後の区の施策の参考にさせていただきたいと考えております。
皆様からのご応募をお待ちしています。本日のゲストは澤田健二さんにお越しいただきました。それでは今日はこの辺で失礼します。明日の豊島情報スクエアもどうぞお楽しみに。それではさようなら。さようなら。